続いてはカメラマンによる映像企画ズームです。今日はプロと素人が一緒に演奏する一夜限りのバンドが登場します。さあ、皆さんこちらに、じゃあ、はい、もうやりたい楽器を手に持って、そうや、そうそうそう、ちょっと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 、普段触らない楽器なので、その楽器からこういう音が出るんだよっていうのとか、そこからまあ展開されるリズムであったり、そういうのを伝えていけるっていうのが、まあ僕の楽しみですね。やるのは好きなんですけど、思い通りにできないというだけで楽しかったです。楽しみながら勉強みたいな音を通して知り合えるっていうのすごく素敵だなと思います。ここが、まあ、拠点になって、打楽器の楽しさ、いろいろやる人をこう増やしていきたいなって思ってるので、もうこれからもいろんな人に伝えていけたらなと思ってます。その日たまたま出会ったお客さんと音を楽しむと書いて音楽を奏でるわけですね。その日のメンバーでしか奏でられない音ですもん ね、うん、そうですね。ちなみにこのお客さんとの演奏は毎週水曜日に行っているということなんです、ということはこの後始まるわけですね。そうですね。ではニュースを続けます。